皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の全人代において香港に対する国家安全法が採択されました。これに対する各国の反応などについて見ていきましょう。なお、この国家安全法によって香港においてはかなり大きな変化があると言われています。その変化の原因となるのが、中国共産党にとって都合の悪い言動については全て逮捕の対象となると考えられているからです。この国家安全法の成立に伴ってどのようなことをすれば逮捕されるのか、具体例としてはいくつか挙がってきています。例えば、中国共産党に対する抗議デモなどは国家反逆罪などによって逮捕、もしくは共産主義そのものについて攻撃すれば、それは危険思想として逮捕されるかもしれません。そして、海外の国会議員と話し合っていれば、国家転覆罪や国家反逆罪などによって重罪に科されるかもしれません。そして、天安門事件について広報したり、もしくは海外において講演などをすれば、それもやはり逮捕されるかもしれません。そして、最も中国共産党が嫌っているのが、香港の独立といったものを訴えれば、それはまさに国家への反逆、転覆罪などによって重罪に科される危険性もあります。これらはまだいい方で、最も香港の人々が恐れているのは、中国共産党の治安当局者にとって何か気に障ったらその人を逮捕するような、いわば法律によらない逮捕というものもどんどん行われるのではないか。そしてそのような形で逮捕された人々が香港の法律を一切無視した形で中国の大陸側に送られてしまうかもしれないという恐怖を感じているのです。以上のような危険性が指摘されている国家安全法、これに対する各国の反応などについて見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。中国の香港法制は自由や自治抑圧、英米など4カ国が共同声明。中国全人代が香港国家安全法の導入を決定したことを受け、イギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダの4カ国は28日、国家安全法制が香港の自由を脅かすほか、1984年の香港返還協定に違反するとして中国の対応を非難する共同声明を発表した。声明では、中国がこれまで自由の砦として繁栄してきた香港に国家安全法制を導入する決定を下したことを深く憂慮すると表明。新法制は香港市民の自由を抑圧し、香港の繁栄を築いた自治や制度を著しく損なうほか、香港の高度の自治を明記した法的拘束力を伴う中英共同宣言に直接抵触すると非難した。さらに、こうした動きが香港社会にすでに存在する根深い分裂を一層助長しないか憂慮に耐えないとし、香港の政府や市民が納得できるような打開策を模索するよう中国政府に要求した。イギリスのラーブ外相は、中国に対しこの瀬戸際から後退するよう要請すると指摘。また、ドイツのマース外相によると、EU は香港の自治は損なわれるべきではないとの見解に賛同し、一国二制度の原則が尊重されることを期待しているという。4カ国での共同非難声明が出されました。これに続いてアメリカはどのような制裁措置を発表するのか注目されています。アメリカ、留学生ビザ失効など検討。香港めぐり対中措置発表へ。トランプアメリカ大統領は28日、中国に関して29日に記者会見すると述べた。中国の全人代が28日に民主化勢力の取り締まりのため、香港に国家安全法を導入する方針を決定したのを受け、中国に対する制裁措置を発表するとみられる。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、中国のことはよく思っていないと語り、中国に厳然とした対応を取る考えを示した。新型コロナウイルス対策をめぐる中国の初動の遅れなども念頭に、世界が損害を被ったと訴えた。トランプ氏は記者会見の内容に関し、具体的な言及を避けたが、アメリカメディアでは香港の人権弾圧に関与した中国政府高官や企業に対する制裁や関税など、香港に対する優遇措置の撤廃など、様々な可能性が取り出さされている。アメリカ政権が香港への優遇措置撤廃などの厳しい対応に一気に踏み切った場合、中国がアメリカと署名した第一段階の貿易合意を破棄する可能性があるとの指摘も出ている。一方、香港での国家安全法の導入が見込まれる今年8月頃までを経過観察の期間とし、アメリカ政権が徐々に制裁を強化していくとの見方もある。アメリカ紙ニューヨークタイムズによると、アメリカ政権は
アメリカに滞在中の中国人留学生や研究者のビザを失効させる措置を検討しているとされる。一方、クドロー国家経済会議委員長は28日、CNBC テレビの番組に出演し、香港への国家安全法導入に関し、見過ごすわけにはいかない、中国に責任を取らせると強調。必要であれば、香港を中国と同様に扱うことになるとし、1997年の香港返還後、関税や金融、証券取引の分野などで、香港を中国本土と区別して優遇してきたのを見直す可能性があると警告した。このように欧米では中国に対する対応を見せ始めているわけですが、日本政府は現在でもなお事態の推移を見守るという姿勢を取り続けています。こうした中立的な態度を取り続ける日本政府を動かそうと、自民党の中では議員たちが動いているようです。佐藤正久議員、香港への国家安全法に関する中国政府への非難決議。先ほど自民党外交部会として菅官房長官に非難決議を申し入れ、習近平主席の国賓訪日についても再検討も要求。自民党内では中国の国家安全法に反対する署名を集めている方もいます。山田博史自民党参議院議員、中国の国家安全法に反対する署名、自民党署名賛同議員がさらに増え64名となりました。EU は今回の件について抗議の声を上げるだけで精一杯かもしれません。今回の新型コロナウイルスの影響によってイタリアやスペインは EU 全体からの支援がなかったことにかなり憤りを持っており、 EU 分裂の危機さえもささやかれている状況です。そのような中にあってイギリスだけは EU と距離を保ちつつ、そして元香港の宗主国であるということもあって非難声明の中に名前を連ねています。ただ EU にしてもイギリスにしても残念ながら直接的な中国に対する制裁といった動きはまだ見えていません。今のところ非難決議をしただけでも中国に対する意見表明としては頑張ったのかもしれません。現在香港の人々は抗議デモを行ってはいますが、しかしそのような抗議デモは北京政府に向けられたものであり、残念ながらこの国家安全法を止めることはできませんでした。このように香港でいくら抗議を行ってもなかなか声が届かないような状況になってしまっているために、香港の独立を訴える人々も増えています。ですがこれは非常に厳しい道のりです。例えば中国が抑えている地域といえばチベットや新疆ウイグル自治区といったものがあるのですが、この地域で行われている弾圧というものは筆舌に尽くしがたい非道なものです。ですから香港に対する国家安全法というものが機能し始めて、香港における弾圧というものが本格化すれば、それはチベットやウイグルの二の舞になるのではないかということが言われています。そのため、香港独立を訴える人がいる一方で、香港から脱出する人々というのも急増しています。この件に関してイギリスは、元宗主国として香港から脱出する人々に対するイギリスの市民権を与えるのが良いのではないかといった話し合いなども行われています。もちろんこれは今決まった話ではないのですが、そのようなことを考えなければならないほど香港の人々をどのようにして救うのかというのが真剣に議論される時期でもあります。そういった香港に留まって香港独立を訴える人もいれば、香港にいるのは危険であるとして脱出する人もいる、そして残っている人たちもいます。香港は非常に複雑な地域であり、これは台湾などとも同じなのですが、残念ながら親中派の人々も多くいます。すでに中国当局とべったりくっついている人たちというのもおり、これらの人にしてみれば別に国家安全法が制定されたとしても彼らにとっては別に居心地の悪くなるわけではないのです。ですが全体として言えば、中国共産党の支配というものを逃れた人々によって香港はかなり繁栄してきた時期が長いこともあり、踏みとどまって抗議活動を続けていく人たちもきっとこれからも多くいることでしょう。そして抗議活動を続けていく上で彼らにとっての精神的な支柱となるのがアメリカの支援です。トランプ大統領は事前に国家安全法が採択されるようなことが起これば制裁の引き金になるということを予告していました。その制裁の内容といったものがどのようになるのかというのはこれからの発表待ちです。トランプ大統領の発表する制裁というものが、例えば香港人権法に則ったある程度香港に対する優遇を取り消すだけのものであるのか、それとも中国本体に対する制裁を伴ったものにまで踏み込むのか、ここが大きな分かれ目となるでしょう。一方、日本政府は今回の中国政府の動きに対して懸念を伝えただけで抗議や非難といった行動は起こしていません。紹介したように自民党の内部においては
非難決議を出すといった動きであるとか反対署名を集める動きといったものはあるのですが、全体から言えば政権を動かすことにはなっていないのが現実です。そして自民党の内部においてもまだまだ反対派の動きというものが小さいのですから、政府が微動だにしないというのも一つ気がかりなのわけですが、そういった背景にあるのがトランプ大統領は次の大統領になるのかどうかというのが少し不安な状況になりつつあることも大きな影響があるかもしれません。現在新型コロナウイルスのパンデミックは世界中に悪影響を与えて被害を出しています。その中においてもアメリカは感染者数においても死亡者数についても世界一になってしまっています。トランプ大統領は初期の中国の対応がまずかったためにパンデミックが発生し、それに伴ってアメリカ国内においてもこれだけの被害が出たんだ、この責任はあなた方中国が取りなさいといったようなことを言っているわけですが、アメリカ国民すべてがこれを支持しているわけではありません。アメリカは共和党と民主党という二大勢力によって二分された国です。ですからトランプ大統領が中国の責任を追及する一方で、トランプ大統領に不手際があったから今回のようにアメリカでは被害が突出しているのだと考える人々も非常に多いのです。また今回の新型コロナウイルスの悪影響の一つが経済的な危機です。アメリカにおいては失業申請が4000万件に達しました。つまりこれだけの人々が一時的に職を失っている状態なわけです。これらの人々にしてみれば、トランプ大統領がもっとうまく対応していれば私たちは職を失わなかったのにと考える人々も多くいるでしょう。このような人々の行動が一体どのようなことになるのかというのは実際に大統領選挙を行うまでは分かりません。そういった意味においてトランプ大統領の次の4年があるかどうかというのは少し慎重に見なければならないのです。ですから今トランプ大統領と完全に同調して、後になってトランプ政権から次の政権に変わった時に日本が孤立する危険性があるということも考えられます。このようなリスクを回避するために今は身を潜めているのだとしたら、私はそれはそれで少し慎重すぎると思っています。少なくともヨーロッパと同じ程度には最低限でも中国の行っていることは人権侵害につながる行為であり、香港の人々の権利を侵すものだといったような非難決議だけでも最低限はすべきです。アメリカのように行動、制裁といったものまで出なくても最低限のことはしなければなりません。今の日本政府は中国に対する非難声明のような言葉さえも何か出し渋っているように私には思います。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。